皆さんこんにちは、ネイリストのアスカです。今回の動画はワンカラーをきれいに塗る裏技3つをご紹介します。とってもシンプルな一色塗りのネイルは誰もが一度はやったことがあるデザイン。そんなワンカラーネイルを究極に美しく塗る方法をベースコート、カラージェル、トップコートの3つのポイントを伝授します。ネイリストが秘密にしておきたいこの方法で塗ると普段のワンカラーネイルが見違えるように綺麗に塗ることができますので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。まずは一つ目、ワンカラーの一色塗りを最大限に綺麗に塗る方法はベースコートから始まります。ベースコートを制するものはジェルネイルを制すると言っても過言ではないほど、とっても重要なのがベースコートです。たかがベースコートとカラージェルをうまく塗ることだけ考えている方も多いかもしれませんが、それは間違いです。なぜなら、どんなにカラージェルをきれいに塗ろうとしても爪の表面がデコボコしていたら、へこんだ部分にカラージェルが溜まってしまって、そこだけ濃くなって色ムラができてしまうからです。ではどうしたらいいのかというと、ポイント1つ目、爪のデコボコをなくすようにベースコートでつるんとした下地を作ることがポイントになります。どうやってつるんとした表面にするのかというと、まずベースコートを少なめにとって、一度塗り目は地爪にこすりつけるように。この時はデコボコを気にせず、とにかく地爪とジェルが剥がれないようにするために、下準備でヤスリがけした傷に入り込むようにこすりつけるように塗ります。表面がガサガサしていても大丈夫。一度塗り目はこのまま硬化します。ベースコートの一度塗り目を硬化したら、ベースコートの二度塗り目、一度塗り目よりも多めにジェルを取って、この時は爪のデコボコをなくすように意識して塗っていきます。一旦全体に塗り広げたら、まだデコボコしていると思うので手をひっくり返して重力の力によってデコボコをなくしていきます。そのまま5秒から10秒ほど経ったら、もう一度裏返して見てみましょう。指を軽く動かしながら、ジェルに反射して映ったライトの光の筋がまっすぐになっているかどうかを確認します。ライトの光が歪んでいるところがあったら、筆を使ってジェルの表面だけを触ってへこんでいる部分にジェルを誘導します。この時筆は爪まで触れないように、ジェルの表面だけを触るようにするのがポイントです。これで爪の表面のデコボコがなくなりました。これだけでも爪がかなり綺麗に見えますよね。凹凸がなくなったら、このまま硬化してカラージェルを塗りましょう。続いて2つ目、次にカラージェルを塗る場合、1つ目のポイントで爪のデコボコがなくなったことで、カラージェルはそのまま塗るだけで色ムラはほぼできないような状態です。それでもシアー系という半透明なカラーの場合には色ムラができることもありますので、カラージェルの塗り方にもポイントがあります。ポイント2つ目は、カラージェルを塗る場合、筆を寝かせて塗るということです。こんな風に爪に対して角度をつけて塗ると、ジェルをえぐってしまいムラになります。爪に対して筆を平行に塗っていくと色ムラができずに塗れます。
また爪の根元部分、ここを塗るときはこのラインがガタガタと歪まないように塗りましょう。ここをうまく塗れないときは細長いライン筆を使いましょう。ガタガタになったラインをライン筆でゆっくりとなぞってあげると綺麗なラインになりますよ。またホワイトやシアー系といったカラーは特に色ムラになりやすいカラーなので注意してくださいね。一度塗りでは薄いので一旦硬化して二度塗り目で綺麗に発色させるようにしましょう。塗り終わったら硬化してトップコートを塗りましょう。最後に3つ目。最後にトップコートを塗っていきます。この方法でベースコート、カラージェルを塗り終わった時点ですでにつるんと綺麗に塗れていると思います。それでも最後の仕上げのトップコートで失敗すると、せっかく作ったこの美しいフォルムが損なわれてしまいます。そこでトップコートにもベースコートの時と似たようなポイントがあります。トップコートはカラージェルを保護しながらツヤツヤの見た目を維持するのが目的ですので薄すぎてもよくありません。このくらいの適度な量をとって塗り広げましょう。一旦塗り広げたらベースコートの二度塗り目と同じように手をひっくり返してデコボコをなくします。5秒から10秒ほどしたら手を戻してみます。ここで光の線が歪んでいたりした時にはまたジェルの表面だけを触ってへこんでいる部分にジェルを誘導してあげましょう。そしてここでポイント3つ目。筆でジェルの表面だけを触るのがどうしても難しい場合、この場合には細長いライン筆を使ってみましょう。この細長い筆で根元側から爪先側へ、爪先側から根元側へと両方向から撫でてあげることで表面のデコボコをなくせます。何度も往復しながら撫でることでジェルが均一になってきて表面がつるんとなってきますよ。この細長い筆だとジェルの表面だけを触るようにしなくても自然とジェルが均一になってきます。筆で触るときは力を入れずに優しく撫でるようにしましょう。光の線を確認してデコボコがなくなったら硬化しましょう。これで究極のワンカラーネイルが完成です。ワンカラーをきれいに塗る裏技いかがだったでしょうか。意外にも一番大事なのはベースコートです。ベースコートでつるんとした凹凸のない状態にしておけばあとはムラなくきれいに塗ることが自然とできますので皆さんもぜひお試しください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。この動画が皆さんのお役に立てたらぜひグッドボタンをお願いします。また私の動画をもっと見たいという方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。またねー。